金魚。これは元気がいいからゲンちゃん。ちょっと目が飛び出しているあれはデメちゃんだね。あ、お姉ちゃん、この子お腹のところ怪我してるよ。秋祭りで私たちは金魚すくいをした。ゆかりは水槽に移したばかりの金魚たちにそれぞれ名前をつけていた。言われるまでもなく、私も怪我をした金魚が気になっていた。水槽の底で静かに胸びれだけを動かしてじっとしている金魚。お腹のあたり、鱗が剥がれて白くなっている。私たちはその金魚に大地ちゃんという名前をつけた。大地ちゃん、早く良くなってね。ゆかりが大事にしてあげるからね。ゆかりはそう言っていつまでも金魚を眺めていた。次の日、いつもより早めに起こされた私はお母さんから金魚が一匹死んでしまったことを知らされた。やっぱりダメだったか。大事ちゃんを思い浮かべながら水槽を覗くと、意外にも水面に浮かんでいたのは大事ちゃんではなく元気な玄ちゃんだった。かわいそうに、きっと病気だったのね。庭の花壇に埋めてあげましょう。お母さんは庭に出て、最近チューリップの球根を植えたばかりの花壇に小さな穴を開けた。私は玄ちゃんをすくい上げた。頼りなく横たわるその赤い塊の重さが私の手のひらの真ん中あたりでじんじんと感じられた。そこへゆかりが目をこすりながら起きてきた。ゲンちゃんが死んでしまったことを知ると、ゆかりの目は大きく一度左右に動いてからたくさんの涙を一気にほっぺたへと押し流した。あんなに元気だったのに、もう天国に行っちゃうなんてひどい。ありったけの力を振り絞って泣き叫ぶ妹を抱き上げて、お母さんは家の中に入っていった。私は玄ちゃんを穴に入れ、その上に土をかけてやり、盛り上がったその場所をじっと眺めていた。私は涙なんて出てこなかった。ただなんとなくそんなことを考えていた。家の中に入るとお母さんは泣きじゃくるゆかりの寝癖のついた髪の毛を手で直していた。学校では今朝のことが頭から離れず、私は一日中あれこれと考えていた。例えば、ゲンちゃんのこと。死んでしまったゲンちゃんは、土の中で今頃どうなっているのだろう。そして、これからどうなるの？ゆかりのこと。昨日飼い始めたばかりだというのに、まるで何年も可愛がっていたペットが死んでしまったかのように、あんなに悲しんで泣き叫んでいたゆかり。ゆかりの泣き顔が何度も頭に浮かんでは消えた。そして私のこと。私は涙なんて流さなかった。たったの一滴も。私はゆかりみたいに心が優しくないのかな。だけどこの手のひらに残るゲンちゃんの重みは忘れられない。それは頼りなくて風にでも吹き飛んでしまうかと思えた。
なのに、指先にまで伝わってくる、あのじんじんとした感じが、今も私の手のひらに突き刺さっている。いろんな思いが頭の中をぐるぐる回り、いくら考えても気分はすっきりしなかった。学校から帰ると、千円札を握りしめたゆかりが私に突進してきた。お父さんがね、会社に行く前に大事ちゃんのお薬買ってあげなさいってお金くれたの。ゆかりのあまりの元気の良さにあっけに取られた。お姉ちゃん、ランドセル置いてきな。ペットショップに行くよ。私の周りをスキップでくるくる回るゆかりを見ていると、今朝のことなど私一人が見た夢のようにさえ思えてきた。ゆかりは玄ちゃんのこと、もう忘れてしまったのかしら。ペットショップから帰ってきた私たちは、小さなバケツに水を汲み、買ってきた薬をお店の人に教わった通りに溶かしてから、大豆ちゃんをそのバケツに移してあげた。大豆ちゃん、早く良くなってね。ゆかりが大事にしてあげるからね。ゆかりは昨日と同じセリフを言ってバケツに顔を突っ込んだ。今朝、お母さんはゆかりを抱えて家に入るとき、きっと綺麗な花が咲くわよと言った。私は庭に出て、その言葉を呪文のように唱えながら花壇に水をやった。気がつくといつの間にかゆかりが隣にしゃがみ込んでいた。大きな声でチューリップの歌を歌いながら、小さく盛り上がった土に手を合わせている。私にはそれが妹から玄ちゃんへの応援歌のように聞こえた。私もゆかりの隣に座り、じんじんする手のひらを合わせた。